はい、こんにちは、速稼塾の久保です。健康診断の結果が来ましたんでね、いろいろと見ていこうかと思います。身長は変わらずですね、体重はちょっと減ったなっていうところでございます。それから標準体重っていうのがあるんですか、こちらの方もほぼ変わらずですね。で、大事なのが BMI 値ですけども、これはね、昨年の 27.1 から 26.6 まで若干改善されたんですが、やっぱ理想値はね、18.5 から 24.9 の間なんで、まだね、3ポイントほど減らさないといけないかなってところでございます。ちょっとね、まだお腹周りのお肉を減らさないといけないかなってところですね。で、その脅威なんですけども、腹周りですか、腹周りなんですけども、これね、85センチ以下が適当とされているんですが、私の場合 90.5 なんですよね。で、前回、昨年はですね、91.3 だったんで、若干の改善は見られたんですけども、まあ、著しいものではなかったと。もう誤差の範囲ですよね。まあ、ですので、あとね、5センチなんとしても縮めないといけないかなってところで、BMI 値を狙うためにも、やっぱりね、もうちょっとお腹周りの運動といいますか、お腹周りをしてもね、結局運動って一番最後に減るのがお腹周りなんですよ。ですので、スクワットをはじめ、上半身の筋トレをしながら、それからウォーキングがね、明らかに減ったんで、こちらの方を増やすことによって、BMI 値と脅威、腹周りですか、こちらの方を両方とも同時に改善しないといけないかなってことですね。で、あとは特筆事項なしということでございまして、服薬歴もありません、喫煙もなし、自覚症状特になしと、多覚症状も特にないということですね。で、その他胸部とか腹部ですね、こちらの方ね、実はね、一昨年肺の方がちょっと異常ありということでね、肺年齢が75歳ですよって言われたんですけども、そこからね、いろいろと改善しまして、昨年、今年、所見異常なしということで、だいぶ問題なくなったかなと、健康体にしっかりとできたかなと思います。だんだん年を追うごとに健康体を作るのには時間とコストがかかるようになってくるんですけども、まあね、昨年、一昨年と比べて、さらに良くなってると。年齢は2年、ね、2年3年重ねたんですけども、衰えるどころかね、良くなってるってことで、まあ、私の改善具合が見れてるかなってことでございます。毎日ね、積み重ねてますからね。で、視力なんですけども、両方とも未だに 2.0 はキープしながら、とってもいいなっていうところですね。それから耳、聴力も全く問題がございません。よく聞こえる耳で、地獄耳なのかなってところでございます。で、血圧にしても特にないですね、問題はないですね、血圧ね。それから次です、コレステロール値なんですけども、総コレステロールは191が昨年でした。今年は208と多少上がっているんですが、許容範囲130から220の間に入っているので、ここも健康体であるということでございます。コレステロールに関しましては、私はね、卵をね、毎日2個とか3個食べて揚げているような感じなんですけども、それでもきちんと消化されているんで、高コレステロールにはなっていないかなっていうところでございます。コレステロール、卵から取るコレステロールっていうのはね、ものすごくね、プロテイン効果高いんですよね。ですから、プロテインの量を逆に私の場合は減らして、人工プロテインではなくって天然プロテイン、いわゆる生卵、ゆで卵でやっていこうかなってことでございます。で、次、 LDH コレステロールというやつなんですけども、これがね、ちょっと私高めなんですよね。で、昨年は105で許容範囲内だったんですけども、今回130ということでちょっと上がってます。で、これがですね、標準が60から119ということなんで、こちらはね、若干抑えないといけないかなというところですね。ですんで、卵ですか、卵の量を減らして調整するか、もしくはもうちょっとね、運動を高めていって、卵の消化を良くすることかなという気がします。で、中性脂肪なんですけども、こちらの方がね、なんと昨年310でかなり高かったんですよ。もうこれはね、赤信号でしたね。そこから100ほど改善されて、現在は202です。で、許容範囲が30から149なんで、まだ若干減らさないといけないっていうところですけども、ここまででやることが見えてきたのは、ちょっとウォーキングを増やしてですね、内臓脂肪をちょっと絞ることによって、 BMI 値ですとかね、あとお腹周りの大きさとか、それから中性脂肪量ってなんかコントロールできて、全部改善に向かうんじゃないかなってことですね。はい、その他なんですけども、肝機能は全然大丈夫ということで、非常にいい数字でまとまってますね。GOT っていう数値が16で、これが許容範囲が30以下なんで、私前回19から16になってますんで、かなり改善されました。で、 GPT なんですけども、これもね、24から20になりまして、理想値が30以下なんで、かなりね、いい数字になってますね。それから YGTP っていうのが
38から38で変わらずで、これ50以下が許容範囲なんで、これも OK と。ALP に至っては38から113の範囲に入ってればいいですよっていうものが55から64になってますんで、若干上がったにしてもまだまだ余裕がある感じでございます。それから空腹時血糖なんですが、こちらの方が昨年97、今回99で、99以下が標準とされてるんで、まあまあギリギリかなと。空腹時の血糖値っていうのがちょっと高めなんで、これは糖質を抑えないといけないのかな、うん。それから尿酸値です。 6.5 から 6.7 になりました。これはね 2.1 から 7.0 が標準なんで、まあ標準内に入ってるよってことでございます。血清クレアチニン、これが 0.99 から 0.9 ということです。男性は1以下に抑えられていればいいんで、改善がさらに進んだってことですね。で EGFR、 これが65から 71.7 に変わりました。これもですね、60以上で 1.73 以下ってことですか、まあこれも理想値ですよね。でヘマトクリット値っていうのがありますけども、これがね 40.7 から 50.1 の間で収まらなくてはいけないところが、昨年が 41.6、 今回は42ということで安定してますよね。で、血色素量、血色素量、ヘモグロビン値ですか、これが 13.9 から 13.6 に変化しました。理想値は 13.1 から 16.3 なんで十分 OK ですよね。で、赤血球数が452から453とほぼ変わらずなんですが、これも435から555の間が適正とされてますんで、もろ適正ですね。で白血球値が 48.9 から 43.2 ということで、これも全然 OK と。で血小板の数も理想値ですね、24.2 です。はい、ということでね、何も異常がないと、健康そのものということで、年齢以上に健康を勝ち取れたような気がします。ちょっとね BMI 値を改善するっていうところが残されてますんで、こちらを行きましょうか。